どうも、動画をご覧の皆様、特に即価軸でね、私の相場解説をご覧の皆様ね、本当、いつもありがとうございます。あの、FX のオリガルヒが始まってからね、あの本当に如実に分かれたと言いますかねあの、オリガルヒに参加して稼働してらっしゃる方は現在14名なんですけども、まあ、14名中ね、本当、5人の方はもう利益上げっぱなしで報告くだ,くださるんですよ、コンスタントにね。 その他の方もたまに連絡いただいてこういう時はどうすればいいんですかとかね動きは分かるんだけどいまいちエントリーする利益がありませんでしたとかそういうのはありますけどもやっぱりね目先の利益にこだわるのといっても私がああかったなと思うのがやっぱり100ピップス取りましたとかねそれから昨晩は5枚の利益でしたとかあ今朝は利益がまた出てましたとかね具体的な金額を言ってなくても多分すごく高揚してるんでしょうね で、今月の利益はなんか300万突破しましまたとかねその FX のオリガルヒっていうのを始めてさらに解説は細かくで伝わりやすくというのを意識してるんですけども、まあ、ここまで圧倒的に変わるのかなと。で対してですね通常の FX の相場解説即可塾の方もしくは一般公開の方はまあ1日に1本ぐらいしか動画出さないようになったじゃないですかこれは言ってみれば元通りになったということなんですけどもやっぱりね 追加放送の、まあ、その情報の伝え方も、まあ、ちょっとよくなってるのかもしれませんけども受け取る方の意識もだいぶ変わってるんじゃないかなと思いますよね。やっぱりこうものすごくねどこを受け取ればいいのかってことを意識しながら受け取ってくださってるんで前回のセカンダリートレンドの件もそうですしねそれから私がこの金額でコーヒー飲みますよっていうところもちゃんと意識してなんかメモってそこで「あ確かにそうなってるよね」と。 まさに、ね、私が言う通りにやるっていうのだけでは危険なんですよ。私がいなくなくったらできなくなくるででしょでもどうしてそういうメカニズムになるのかっていうところを日々っていうねオリガルヒの中で説明してるから解説してるから過ぎ去った後でもなるほどと分かっていただけるしそれから相場解説をしてこれからこういうふうな動きが来ますんでここでこういうふうに動きますよっていうのがねやっぱりあそうだよねっていうふうに答え合わせが前もってできるところもあると思います。で本当にだかからねねを始めてよかったなと思いますよ、ね まあ今回、この深夜のぼやきっていう動画を撮りましたけども、実は、オリガルヒの方には、深夜のぼ,るきとぼやきというね、同じタイトルと同じサムネイルで全く別のものを送っております。もうこれだけでも情報の差があるわけなんですよね。で、これなんでね、この動画をお送りしてるかっていうと、あの、ま、実はね、前回16名の方がオリガルヒに参加の希望を出して、で、手続き最終面談まで進んだということだったんですけども、2人の方はね、 ちょっと躊躇したということで、私がね、ちょっと押し切れなかったところもあるんですよ。というのが、押すようなもんじゃないですから、自分で決めて入るもんですから、私がね、えいやって押し込むのではないなと思ったんですよ。ただ、その後はどうなってるのかなってことを気にされてると思うんで、特に今ね、まだ始まって1ヶ月経ってないわけですから。いや、あの時オリガルヒ、考えたんだけども、真剣に考えたんだけども、とりあえず次の機会を待ちますっていうふうになった。その後 実際自分がオリガルヒに参加してたらどうなったんだろうかっていうふうに考えていらっしゃると思いますのであなたもこうなってるよってことじゃないんですけどもどうでしょうかオリガルヒに参加しないことによって何か変わりましたかってことなんですよ、ね。参加しないことによって変えていけるような力があるならいいですけどもやっぱり参加してこそ変わるものの方がその確率は格段に高いんじゃないかなと思いまして、まあ、ここでねお話を。 さしていただくときにあのもしねお考えが変わって後悔しているようでしたらあのまたあのお話は聞きますんでねご連絡いただければと思いますまたこの FX のオリガルヒやっぱりこれはねまだ私も余力がありますんで改めてね募集を今年年内に、ね、値段がねバカンと高くなる前に何回かしていこうかなと思うんですよもうとりあえず1回はしようかと思いますんでね その時もご期待いただければと思います。ただその時にもうね、私のサポートできる人数を超えてしまったらもうそれもしませんので、そこはご容赦くださいませということでございましたあー。今回はですね、FX オリガルヒに入らなかったんだけども、気にしていると思われる2名の方に対してのメッセージが主な動画の趣旨というふうなことになります。それではまた朝相場解説しますんで、お楽しみに。 これからもね、FX これすごいですよ。もう、ぜひね、今回ね、FX に皆さん興味持っていただいて、もう、税金も上がるし、物価も上がるし、賃金も上がらないし、でも、FX の所得は、税金も安い上に、バカバカ入ってくるようなね、そんな魔法の杖を手に入れていただければと思います。特に私のオリガルヒで、 そうなるということではありません。FX を学ぶ場所はたくさんありますんでね。はい。まあできれば、オリガルヒに参加した方がいいんじゃないかなっていうのはね、やっぱりこう、手前ミスで思いますけどもね。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。